はい、おはようございます。はい、養楽の古墳群を見に来たんですけどね、鷹取の古墳群を回ってほしいことで、天皇陵を回ってくれるよ。天回ってみましょうかね。何基あんのかな。とりあえず有名なところだけでも回りましょう。まだちょっとね、10月の20日まだね、この状況でございますから中入れないかな。こんな草生えてたかこんな草生えた、生えたかな。何回か来てんねんけど、いや、これ初めてやな。これ初めてでございます。こんな花々咲いてなかった。あら、ここ竹やぶになってるぞ。やめはりましたかね。これ養楽の完熟粉は分からんな。草ぼうぼうで分かりませんね。ここ田んぼやろ。その上もってずっと田んぼやったんやけどね、なんかこう2、3年放置するとこんなんのかね。ここね、ずっと田んぼがあったんやで。まだ何年か前やからね。あら、イノシシがおった。イノシシが、基本的にイノシシは人気見ると逃げるんやけどね、たまには向かってくるらしいから危ないんでね。おるんだイノシシ。あの頃にね、わあ、イノシシ掘っとるわ。これいっぱい掘ってあります。ここ、はい、養楽の観察加工本。昔は中のね、石碑も見れたらしいんけどね、中に石棺もあったりだかな。石棺は書いてないね。今ものすごい勢いでイノシシ走っていたけど、どこ行ったんだろう。慌てて逃げていきましたけどね。はい、じゃあイノシシがおるからやめておきましょうか。そりゃそうやろね。これ全部、これ昔は田んぼができてたんやろね。だからこうやって放置されるとイノシシも中出てきますね。あの上ずっとね、竹が終わったんでね、春来るともう竹の子をいっぱい掘ってるんで。この養楽の、養楽がこの上何やったかね、展望台があるんだけど、あれは貝塚古墳やったっけ。貝吹くだけ。あの海上がったらね、イノシシがおるというの分かってからなかなかイライやね、行くの。あら、こんなことなってますのか。これは無理やわ。いやはや、こんなことになります。たった1年ぐらいの間に。1年ぶりになってないやろ、これね。来るのむちゃくちゃや。いや、これは生える気にならんな。これ養楽の関数加工本ですね。全然わからんな。前上上がったんですけどね、その頃はこの上の木みんな来てあったんでね。しかもその頃にね、聞いた話によると、ここ修復するような話されてたんやけどね、何にもやってないね。修復整備します言うてね、聞いたんだけど、これはダメですね。白壁古墳に行きたいんだけど、これもうほんまに、これ
こんな状況ですからね。これ初めてじゃん、ここに何遍も来とるけど、こんなひどいの。ちょっとだけ踏み入れてみるか。ああ、もう濡れてるわ。何歩か入っただけで。これは無理でございますね、これ。なんかね、竹もいっぱい切ってくれたのにね、この、草がこんななんの。いやー、びっくりしました。残念。たった5メーター入っただけでも残念やて。ここね、全然やってくれてへんけど、いつやりはんねんやろうね。いやー、これはびっくりしたね。いつ来たんかな。もう覚えてないね。今年来たかな。今年の春に来たじゃんか、俺。今年の春に。春に来た時は、上でね、そう、みんな木を切ってあったんやって。いやー、すんまへん。断念しました。白貝もいかんぞ。そこから白貝終わって、入れそうやったら、サラタニコ本も行く予定やったんやけどね。無理やね。あれ見たら無理ですわ。あの草のボーボー。草ボーボーでもない。おー、イノシシや。イノシシ。どこ行った?おんねや。ああ、イノシシね。見えんか。いや、おるおる。逃げるんだな、やっぱり、気温は。気温は逃げるんですよ。あ、ちゃうか。この横もね、ずーっと古墳が残ってるみたいだけどね。残念やね。一気に草がボーボー生えるのかね。びっくりしましたわ。乾燥塚古墳まで行けなかったんだよね。この辺も草もこんな状況やからね。そしたら環状塚古墳見てみましょうか。環状塚古墳見て、あと左行ったら高鳥か。ということはずーっと南下するか。南下して、あとどこがあんのかね。高鳥ね。高鳥の古墳言うたら、ああ、あの辺ね。頭の中じゃ分かってるけど、地名が出てけん。位置やったら位置。あの辺と、あの山の上と、あとどこがあるのかな。高鳥はあんまりないな。あ、あれがあるわ。あ、高鳥の天皇陵古墳ってあんねや。斎明天皇陵があんだ。まああれはな、診療じゃない言われとるからな。ちょっと、どうかとも思うんやけど。斎明天皇陵言うたら、こっちのね、飛鳥村のね、建国塚古墳。なんか後ろから音がしてるんだけど。後ろから、イノシシが、あ、違うか。なんかって音がするんだけどね、後ろから。で、この辺からなんか犬の鳴く声もするんだけど。じゃ、犬やな。まあ、蝶々がすごいこと飛んでるね。
犬じゃなくて、あの機械の音かいね。おお、蝶々が、蝶々にトンボに、このトンボ見たことないな。このトンボ、なんちゅうこのトンボだこれ。わからん、なんか細い蝶々、あのトンボやけど。